稲庭うどん稲庭うどんは、秋田県湯沢市稲庭町が発祥の手延べ製法による干しうどんである。日本三大うどんの一つに数えられる。同じ製法で作られた稲庭そうめんもある。やや、黄色味かかった色をしており、冷麦より太く、断面は平べったくなっている。製法としては、うどんというより、そうめんに近い。打ち粉として、澱粉を使う。 ひねりながら練るという独特の製法により、麺の内部に気泡が生じ、中空になっている。そのため滑らかな食感が得られる。一般的に流通しているのは乾麺であるが、地元及び県外のアンテナショップ等では、反省麺も入手できる。稲庭古今寺石史によると、漢文年間以前に、久保田半寮の小月郡稲庭村小沢集落の佐藤、 一米によって始まると伝えられている。藩主が他藩への贈答品としたり、貴公家、菅江雅美が著書に賛辞を記したりなど、古くから名品として知られていた。1972年、それまで稲庭家の秘伝とされていた製法が公開され、製造量が大幅に増えたことにより、一般市民が口にする機会が増え知名度が向上した。 1976年に稲庭うどん協議会2001年に秋田県稲庭うどん協同組合が発足し稲庭うどんの普及と食文化の発展のための活動を行っている各地に伝わるふるさとの味として2007年に農林水産省により農産漁村の郷土料理百選に選ばれた2016年湯沢市によりふるさと名物に選定された ありがとうございます。